ほんとありがとうね。まあでもやっぱまあこれ毎回言ってるし、ことあるごとに言ってるから、ほんと重みもクソもないんだけど、なんかやっぱ VTuber ってさ、みんなが生命線ないよな。あこういう話しだすとすぐ LINE ちゃうんだけど、ちょっと待って、コーヒー飲む。なんかよくなんかまあね、数字的な意味とかグループの規模感とかね、大きくなっていくと、やっぱ最初の頃から応援してくれたみんなって寂しく思う人も多分いると思うんだよね。なんかこう距離が遠くなったように感じちゃうとかね。まあ、実際そんなことは全然ないし、最初から何もスタンスを変わってないんだけど、まあわかるの、そういう気持ちも。なんか独占欲じゃないけど、まあそういった点でやったりとか、まあみんなもさ、もうそやもうね、2年突破して3年目の年に入ってるわけなんだけどさ、活動もなんかなんて言うんだろう、3年もあればみんなも生活のリズムが変わったり、環境が変わったりとかって全然あると思うの。大学生の方だったら社会人になったと思うし、中学生の方だったら高校生になってね、ちょっと大人の階段登ったりとかで、まあ3年もあったらそりゃ転職した人だっているかもしれないし、逆にお仕事始めた方もいたりとか、まあいろいろあったと思うんだけど、まあそういった中でね、お仕事とか応援なんかしにくくなっちゃったなとかさ、そういうのもあると思うのね。まあそこはみんなそれぞれのペースに合わせて、まあ、スヤはねしてもらったらいいなと思うし、まあ欲を言えばずっと応援してもらいたいなとはそりゃ思うけど、でもやっぱ目指しはみんなの幸せをね優先してほしいっていうのがね一番あるわけなんですよね。でリスナーさんは私たちもさ、まあ、選べるっていう言い方もおかしいけどね、まあ、好きな人を見て好きな時に面白そうなのを見てっていうことが全然できるんだけど、それたちはさ、なんかごめんね、ちょっと待って、ごめんなさい。なんかね、ずっとしてほしいなって思ってても、やっぱこう一人一人に声を届けるってことはなかなかできないからさ、まあ見ててさ、なんて言うんだろう、辛そうだなとか、なんか悩んでるんだなって思っても、まあ個人的に声をかけるってことはなかなかできないし、だから何が言いたいかっていうと、いや離れていっちゃうのは寂しいなっては思うの。それたちは引き止められないし選べないからね、みんなのこと。そうそう。まあだからその分なんかいつ見てもさ面白いなって思ってもらったり、なんかもう面白いなだけじゃなくて、なんか安心するなとかでもいいし、なんかなんだろう、ちょっとでもみんなになんかこう明るいとかね、ポジティブな気持ちとか、そういうのを遅れるスヤは存在でありたいなって思います。だからなんかみんなは自分の幸せのためにね、私を使ってほしいと思うし、それが負担になっちゃったりしたら、もうそこはね、もうそれさ、ありがとうと森安富士さんを卒業するときは来たみたいだと。まあ明るくね、もっと幸せになっていっていただきたいなと思います。人生短いのでみんなで楽しくね、これからもなんか生きていけたらいいなって思っておりますちょっとうまくね、私本当に言葉がうまくないから、なんかうまくまとまんないし、本当に伝えるの下手くそなんだけど、なんかなんか私本当に自分に自信もないし、なんかすぐ悩んだりもしちゃうんだけど、でも極力みんなにはやっぱね、笑ったりしてほしいのようん。まあそれは本当にね、ずっと思ってることなので、まあなんかアリサヤさんまた頭おかしいことやってんなとかなんかあれって思っても、なんか私の本当に根本にあるのは、もうみんなで楽しく幸せになりたいの。でもなんかみんなになんかこう嫌な気持ちにさせたくてしたいっていうことを根本にしていやなんか行動したことは本当にないから、まあ、そこだけはなんか忘れないでいてもらえたら、そやも嬉しいなって思いますはい、ということで昨日のね 3D 配信も今日の配信も見に来てくれて、たくさんねコメントとか、昨日のなんかのハッシュタグもねトレンドに入ってたみたいで、いやみんなが盛り上げてくれたおかげだなと。2日連チャンでね私トレンド入れたんだよ。だから要は格付けの時と、だから本当にねみんなの力って偉大だなって思った。本当にありがとういや、そやの幸せはねみんなありきなので本当に感謝してますありがとうございました。